例えばの話だけして、これまでの夢語って、何言えたかどうだかかじるたびに嘘ついた。これで終わらせたくて、草をむしり水をやり、鉛を痛め生きてる。後悔それどころじゃない、焦りを糧に目覚める。伝わらない形を今日も何かを解決するには、たやすいことではないけれど、答えは別に Let's go.